催者を代表し、総務省関東総合通信局局長吉田康史から皆様にご挨拶を申し上げます。中央防災会議のお話をいたしましたけれども、この報告書の中ではですね、情報インフラの確保をどうやっていくかとか、あるいは住民避難者にどうやって避難情報を提供していくのかとか、あるいは発生時、災害発生時に防災情報を関係者間でどうやって共有化していくんだとかいうことについてですね、いろいろ方策が述べられておりまして、ただ問題はですね、報告書には多分私も見ましたけれども、もっとも誰も当然のことが書いてあるわけでございますけれども、じゃあそれをいかにしてこう実行していくかということになると、非常に難しい課題が多々あるのではないかということだと考えております。いざ災害が起きたときに設備としての復旧をすると、基地局を早く生かす、早く復旧させる、ということはいろいろと考えてきておりますが、それでも、ね、やはりどうしても設備がなかなか、行き渡らないというところに関しましては、やはり何らかの通信手段が必要ということで、この携帯電話を、衛星で通信できるような、ものがありますけれども、その衛星携帯電話を、すぐに貸し出しができるようにということで、ドコモ全体で3000台を用意をしましてございます。これ全国各社の方に配慮しておりまして、どこで起きても即座に、それなりの数は、ご提供できるようにということで、準備をしているところであります。一方、設備はそういう状況なんですけれども、じゃあ設備は無事だったとしても、じゃあ通信の状況はどうだったのかと、これが東北、東日本大震災の時の東北地域のトラフィックの状況です。これは音声のトラフィックなんですけれども、通信しているお客さんの数の、量です。でこれが一気に跳ね上がりました。通常時の60倍の通話量が一気に発生をしてしまいました。ですので、そのなかなか通話が、音声の通話がつながりづらいという状況が、長時間続いておりまして、これ見ていただきますと、3月12日、深夜を明けて、ようやくストリームの規制という状況も解除できたというような状況になってございます。エオポスター、基本的にはデジタルですので、インターネットと非常によく似てるんですが、私でいうと仙台駅、あるいは仙台駅前の、コンビニ、スーパー、そういったところでパチッと撮るという、実は物理的な、場所というものと非常に結びついている、そういったものがネオポスターで、こういったものがこのローカル情報の発信に使えるんじゃないかということを、強く思っております。災害時でもネオポスターは力を発揮します。災害時の困難は初動対応後にも続きます。ネオポスターで庁内マップを作成したり、履歴から再生すると観光情報から身近な地域の最新の災害情報を取得したり、ライフラインや生活用品の販売リストなどが分かる災害情報へ切り替わっています。災害時の情報システムのあるべき姿、いろいろあると思うんですけれども、今申し上げたローカル情報が素早く取得できる、でその他に何があるかと申しますと、やはり、情報弱者含め誰にとっても使いやすいというのがあると思います。平時と有事、両方ともですね、同じシステムが全く同じように使える、ユーザー側の操作は何も変わらない、こういったことがですね、実はネットでできてないんですね。さて、本日の主催者でもあります関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会は、この1年間防災調査研究を実施してきました。皆様、もし外出中に大地震が発生したらどのような行動を取りますでしょうか。非常時には情報がないとなかなか自分の行動を決められないものです。そこで本調査研究では、被災地におけるローカル情報の流通について論議を重ね、一つの方向性を導き出されています。実は僕たちが話をする中で一つ大きなものとして捉えたのがですね、今現状各自治体といいますか、そういうところに消防団というのがございます。これは実際にはボランティアの皆さんです。消防署員とまた違って、普段は普通のお仕事をされている方が火災、それから何か災害が起きた場合に
まあ、正直言って命を張って、そういった地域の方を守ろうという方たちなんですが、ある意味情報を支える人たちの集まり、あるいはその組織が必要ではないかということで話をしてきました。その中で、ここではですね、情報団という一つの、まあ、考え方といいますか、そういったものが提案できたらなと思っています。実際に、発災時から72時間の中でなんとか自分の命、それから助けられる人を助けていこうという考え方はあります。その中で必要な情報、先ほども最初のお話にもありましたけれども、避難所が使えるのか、どこにあるのか、その避難所が使えるのかどうか、それから救護所がどこにあって、その救護所に入っていいのかどうか、まあ、そういった本当に情報をが本当に生きる境目といいますかね、そういったものになっていくのが次の大きな震災になるかと考えています。体育館の中の避難状況です。毛布が1人1枚渡されます。それが自分たちのスペースになります。肩寄せながら、外は雪が降って氷点下にもなりますけれども、毛布1枚で皆さん頑張っておりました。なんか日本人というのはすごく美しいというのが海外で結構言われておりましたけれども、例えば近所に、スペースを取っていた中学生が一人でポツンと言います。お父さんお母さんが見つからないということですね。そうするとその近くにスペースを取っていた方々、今度は自分たちの子供が、津波で流されてしまったということなんですね。親を亡くした子供、それから子供を亡くした、ご両親、それが次第に一つの家族になっていくんですね。でこのような状況で水もない、あと電気もない、あと原子力発電所の、放射線が怖いということで支援物資が、この中には入ってきませんでした。一日、小さなおにぎりが朝と夕方と、1人、本当に手のひらに乗るぐらいのおにぎりが2つ一日、来るような大変過酷な状況でした。3.1 当日 FM キレイではどんなアクションを起こしたのかということで、ちょっとこれからお話したいと思うんですが、私たちはとにかくですね、そのツイッターで情報を出していく、ハッシュタグ FM キレイつけるということをやってた時に、普段からその市民参加を流したりとか、番組の中でもリスナーさんとツイッターで交流をしてますし、イベントをやれば、ラジオネーム何々ですっていうことで来てくれる信頼関係というかですね、どこの誰だとか分かるという距離感で放送してるので、そういった方々が自分家の周りの状況をこう伝えてくれるようになったんです。で結果その情報を私たちはもう信頼に足る情報だというふうに判断をして出しました。で実際にその後避難状況出てくるんですけども、実は3時間後なんです。最初数百件だった被害 の瓦の損壊も最終的に10倍にまで膨れていると。とにかくここは今こうだっていう状況はですね、スピードを持ってどこもそこが伝えるべきなんだなっていうことをちょっとやりながら感じました。情報団ネットワークですよね、もしくは情報団ネットワーク連携っていうのの重要性があると思うんですね。まあ、普段地域っていうのは、まあ、今日のご紹介にもありましたけれども、いろんな既存の組織があって、その後半に町内会とか自治会とかいうのがあって、でここをこの実は平時に情報団が、この中で情報をこうネットワーク化することによってですね、まあ、自治会長とか町内会長とかいうのの負担を随分と楽にしてやるっていう、でこれを実現できるのは実はデジタルネイティブの若者かなって、で、まあ、こういうのがそれぞれのこう、まあ、地域というか航空ぐらいにあってですね、その全体をこう、支えるのが地域のソーシャルネットワークだみたいな。でそして横見てみると、さまざまな地域 SNS が隣にもあるよね、情報もその出すお手伝いを近くの情報団がやってくれるっていう、普段のこう連携ができるよねみたいな感じがデザインできると思うので、ちょっとこの情報団ネットワークみたいなものをまた考えていただければなというふうに思います。災害が起きると、大体社会福祉協議会がその地域の災害ボランティアセンターというのを立ち上げて、ボランティアさんの受け入れですとかコーディネートをやることになります。
全体的にこう地域の皆さんの情報リテラシーを高めていくっていう取り組みも日頃から必要なんだと思うんですが、一気に上がるわけではないので、行政で発信しづらいような情報内容を精査をして正確な情報を伝えることができる、あるいはその垂れ流しになるこう情報を整理して時系列的にこうアーカイブ的に残していく、そんなことをきちんと作っていけるメディアを育成していく、そんなことがこれから ICT という視点では大切ではないかなというふうに感じています。大体デジタルネイティブっていうと、それとそうじゃないっていうところで言うとね、大体まあ30代とかそれぐらいなのかなと思って、いかにね日頃から使えるツールにその、まあ、デジタルメディアから情報通信の技術をしていくか、それでいざという時に役に立てるかっていうね、そういったことが、まあ、その情報ボランティアという人間の中でですね課題であったんですけど、まあ、今はもうネットも携帯もですね、新しいメディアがガンガンできて、そういったものは若い人たちでどんどんこうね使っていって、むしろもう年取っていく私たちそれについてもいけないようなところであるから、やっぱりこう情報団でもですね、何でもやっぱりこう若い人を中心にやっていく必要があるのかな、それにまあ上の世代についていくのかなというようなことだと思うんですけどもね。今年はその情報団なるもののフィールド調査を実際にやってみたいとこう思っております。東京は間もなく、おそらくそう長い時間でなく大災害に見舞われるはずでありますから、ぜひですねその時のために、特に立川断層という強烈な断層がございますので、これが暴れる前にですね情報をしっかりと作ってみたい、そういうふうに思っておりますので、ぜひそのフィールド実験に参加をしていただく、手を挙げて積極的に参加していただくように申し上げてご挨拶いたします。